フェリー機械は、天海海運が運航するフェリー。現在、就航しているのは2015年春航の3代目である。フェリー機械の大船として、三菱重工業下関造船所で建造され、2015年3月5日に、就航した。鉄道建設、運輸施設整備支援機構の共有建造制度を利用して建造された、鉄道、運輸機構との共有船である。 地名航路鹿児島発が日、木の週二便で平はにの航路に就航するフェリーアマミと交互に運航される。上り便は小ア港とヘトノ港には寄港しない。下り便は鹿児島出港が17時40分、なぜ入港が2日目7時、地名入港が14時50分、所要時間は21時間10分、上り便は地名出港が15時5分、 なぜ入港が19時55分、鹿児島入港が10時20分、所要時間は19時間15分である。先に建造されたフェリーアマミと比較して、総トン数で約450トン、全長で約10メートル小型化し、旅客定員も約50名減少したが、代替する初代より約2ノット速力が向上している。両尾にランプウェイを装備しており、トラック、 乗用車などをロールオンドオールオフ方式で車両甲板に搭載するほか、選手甲板がコンテナスペースとなっており、コンテナをデリックによるリフトオンリフトオフ方式で搭載する。新たな船室として一人用個室が追加された。パブリックスペースを確保するためレストランは常時、開放とされ、授乳室、ペットルームなどを設置して利便性が高められた。エントランスには、 情報提供のため運行情報案内板が設置された。船内の照明には LED が採用されている。高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づいて作成された鉄道・運輸機構の旅客船バリアフリーガイドラインに準拠したバリアフリー高度化船である。通常の船内設備に加えて高齢者や新商社に対応した客室、 多機能トイレ、車椅子対応エレベーターなどのバリアフリー設備を備える。フェリー奄美では乗り物予い防止薬の販売を行っているが、本船では販売してないので乗船前に購入すること。パブリックスペース教職、物販設備入浴設備2015年4月8日22時10分頃奄美大島から機械島へ向かっていた元船は、 機械島湾港の北西5.0海りの地点で、右原式が停止したため、左原式のみで、なぜ港へ引き返した。右原式のカム軸駆動装置の中間歯車接続ボルト全12本が、接損しており、左原式の銅ボルトにも緩みが生じていた。接損の原因は、心臓時に規定トルクで締め付けられていなかったためとされた。ありがとうございます。